では引き続きどうぞお楽しみください。許してくれカズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ錦木。錦木夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。行こう。1年前、俺は大切な人間を失った。今思えば11年前のあの時から俺たちの運命が決まっていたのかもしれない。俺がまだ東条会の二次団体堂島組にいた頃、俺には家族といえる仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれた親さん、風間慎太郎。失礼します。ああ。そしてもう一人は子供の頃から愛し続けた女、由美だった。もう酔ってるの。両親がいなかった俺にとって、その三人はこの世で唯一の家族といえる存在だった。だが東条会の大幹部を。俺の目の前には屍になった
堂島組長の姿が。原因は堂島組長がユミに手を出したことだった。おい、しっかりしろ。ニシキ、ユミを連れて逃げろ。お前は行け、ニシキ。ユミを頼む。キリュウは行け。かけがえのない二人を守るため、動くな。俺は覚悟を決めた。食事始め。刑期は10年。服役した俺には組織からの波紋状と、ユミが失踪したという知らせが届けられた。ユミを頼むぞ。錦にもそう伝え。親殺しの汚名。組織から見放された俺は自分を見失いそうになった。だがそんな俺を忘れないでいてくれる人間がいた。おやっさん、風間のおやっさんだった。出所した俺は風間のおやっさんに会うため、そして何よりも服役中の10年間に起こったことを確かめるため、カムロ町へと戻ってきた。そんな俺を待ち受けていたのは、直系組長の皆さんがいるこの場で3代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？豹変したかつての親友と消えた100億を狙う屈強な男たちだった。おやつ、突如登場界に起こった跡目争い、次第に俺は事件に巻き込まれていく。俺は風間のおやつさんの言葉を信じ、事件と関係するという行方不明のユミを探す。だが そこで出会ったのは一人の少女だった。